Kapituliere niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenige Stunde, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift und eine Kapitulation zur Bunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Fehlst du, dass es uns umsteht? Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Der Führer scheint ja in ganz ausgezeichneter Verfassung. Diese Energie? Ja, in der Tat, das ist erstaunlich. Er ist und bleibt eben der Führer. Dabei gab es noch gestern Gerüchte, er hätte eine Art Nervenzusammenbruch. Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte. Wie man hört, soll ja das V2-Raketenprogramm bald die große Wende bringen. Die Reichweite der neuen Rakete soll ja kolossal sein. Wann ist denn damit zu rechnen? Tut mir leid, ich möchte nicht darüber sprechen. Allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Verstehe. Bitte umgezahlt. General Feldmarschall, der Führer möchte sprechen. おいーす。皆さんどうも二等兵です。最近寒いですね。とりあえず皆さんの家に冷房かけときました。最悪ですね。通報しました。ってことで今回乗っていくのは、中国、ギア8、駆逐戦車、WZ-121GFT、通称 OP の塊。そうなの。知らん勝手につけただけや。基本性能をドン。数値だけ見るとどうってことない数値ですが、それは間違い、傾斜がきつく220ミリ相当に、また、ハンダウンをすることでかなりの走行圧になります。そして車体下部の弱点も小さく、しっかり狙わないと当たらないですね。そして側面も空間走行があり、こちらもしっかり狙わないと強弾する可能性も、そして機動性ですが、ベースがいいので中戦車と同じ機動性です。旋回も鬼速いです。そして主砲ですがバランスのいい122ミリ砲を装備。攻めてよし、守ってよしなバランスのいい山本選手みたいですね。唐突のバキネタは NG。唯一の弱点を挙げるならヘルスが少ないことと射角が小さいこと。さて、あそこ通る中戦車撃てそう。あいつにするぜ。ここは有名な通行用小島で足の速い駆逐戦車はぜひ使ってみよう。狙うのは難しいけど、当たれば対岸を崩しやすくなります。ただ逆を言うと見つかれば集中砲火なのでそこだけは注意。ちなみにこいつは隠蔽率もトップクラス、なので OP と言われるんですね。なんでナーフしないんだよ。プレミアム戦車は基本バフしかできないのでこれ以上下げれないんだよな。一応売り物扱いだからね。一時期レーティング戦がこいつとチャリオペアで溢れてたの懐かしい。チャリオペアかこいつかで頂上戦争が起きてましたね。まあ天下のウォーゲーミング様はチャリオペアをナーフしましたけどね。ち、今の当たらんか。さすがにティア10で DPM4000 はあかんやろ。そうっすね。こいつも結構高い部類だけどティア8相応ではあるっちゃあるのかな。でも他の性能が強すぎる。AT15 とかかわいそう。正直ブリッツで鈍速系はかわいそうだよね。そういえば本家に来てるミニトータスが強いらしい。って OWCA さんが言ってた。はい、富士通じゃ本家できないもんね。できなくはねえけど最低画質だとつまらないってはっきりわかんだね。ちなみに最低画質で全盛期だと80プスでました。本家やれや。45D 型まで行ってあった。あ、ふん。おっと町側に産業廃棄物的な駆逐戦車が。なんで鉄塔に当たる必要なんかあるんですか？悪口言うからだろ。なんだよ産業廃棄物って。あいつだって頑張ってんだよ。おめえも頑張んだよ。さらに OP になりそう。ほんだらまあパパパッと下にいる敵を片付けますかね。ディフェンダーからの支援も期待できそうだし。ってことであのチャリオペアに喧嘩売りに行きましょうね。喧嘩売りに行くな。ナーフされたチャリオペアなんて敗北者じゃけえ。はいまず一発。というか町から攻めてる時点でてめえは敗北者じゃけえ。辛辣だな。ってことでさっさと焼いちゃいましょうね。やっぱ DPM 高めなだけあってこういう場面は楽ですね。展開も早いので MDK にも対応できますよ。小屋多少高くてもみんな買うわけだな。ってことで激化で、さて次はあのアメリカ駆逐艦ですな。っていうかなんでああいう設計にしちゃったのかな。もはやネタなんだよな。あいつ影薄すぎて爆されても運営に T28 と勘違いされてるの草なんだよな。あいつ弾かれてるの草なんだよな。うるせえ、今のはたまたまミスっただけぞ。言い訳が心苦しいですね。旋回で回してやら。あ、ディフェンダー君ナイス援護。隠したが格上駆逐に勝てるわけないだろう。いい加減にしろ。ディフェンダー君外してますよ。うるせえ、弾受けって大事なんだよ。なんやかんや言ってそこそこ弾くアメリカ駆逐艦スコ。そうだな。ってことで最後の一発くれてやるよ。こらよく狙いましてね。あ、余裕弾させたかったのに。もういい、怒ったもん。 AP で確実にぶち抜いてやるぜ。ってことでちょいと倍速だで。戦況はちょっとヤバいかも。敵に味方が押し込まれとる。なので急いで援護向かうだで。こういう時機動力あるっていいよね。中戦車運用もできなくないのがこいつの強みですね。さて、あそこの敵が撃てそうだな。よく狙って。そやさ、しっかり絞れば遠くの敵も狙撃できます。はい、さ、走行があるのでなるべくイモるのは避けましょうね。終盤プリスがなければわからんでもないけど、ここも
もじもじしたので倍速で、なんかこう味方とラッシュしたいけど伝わらん時あるよね。ありますあります。あーそっち行っちゃったよ。まあでもしょうがねえ。ここはもう一人で行くしかねえ。まあこいつの性能ならいけるやろ。まずはあの T32 から始末しましょうね。T32 は買ったけど当初は腕がなく乗りこなせなかったので売りました。また買ってもいいけどな俺もな。お、相手んじゃん。先に数を減らしておく。これぞ戦いの基本ぞ。当たり前だよな。さあパパパッと終わらせましょう。絞って、うん、いいダメージだ。火力が違いますよ。アドレナリンを耐えてラッシュだぜ。アドレナリンを耐えたこいつはマジで強い。おっと今さらこっち向くのか。だが甘いかな。そんな逆ゴミじゃ効きませんね。低貫通にはさぞかし辛かろうな。ヤナナの飛行だからね、しょうがないね。よしはじくん、じゃあ、最後の一発と行こうか。あれなんで動かないんだ。あ、これ多分全部撃破したと勘違いしてますね。まあこういう時あるし多少はね。あとは AFK だったので、パパパッと終わらせました。やはりこいつは化け物ですね。大半はまだでしょうけど、強いから買うのもおすすめかも。とまあ冒頭で課金批判しといてなんですが。あこくさ。ちなみに二等星の投下金額は8000円です。多いか少ないかは皆さんの判断に任せるぜ。ってことで戦闘終了です。戦績は、5417ダメージ、4両撃破で M バッチ。こいつの強さがわかる試合でした。総評はこちら。長所はやはり優秀な機動性に走行、隠蔽率や使いやすい手法などでしょう。短所は少ないヘルスと射角、そしてヘイトが高いこと。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。